い、どうも、こみです。さて、本日もですね、こちら TH コンプリーターさんから、動画をね、お届けしたいと思います。でですね、本日のテーマは、クイヒになります。クイヒってもうですね、今や、使わずに攻める人の方が少ないっていうぐらいの、本当にタウンホールを問わない、超メジャー戦術だと思うんですけども、ですね、これのね、今の環境における、使い方っていうのを、ちょっとね、4つほど、ご覧いただきたいなというふうに思います。といってもですね、使い方ってもっともっとあるんですけども、その中でも特に、より、見る機会の多い、ないしは、使う機会が多いであろう、多くなるであろう、使い方っていうのもね、このトップクランの、TH コンプリーターさんから、お届けしていきたいというふうに思います。かなりね、強いクランさんで今、チャンピオン1位にいるという、この実績からしてもですね、かなりの、レベルの高さっていうのは分かってもらえるかなというふうに思うのですが、さて、ご覧いただきたいのはですね、まずはこちらですね。今日合計、4つの動画、見ていただきたいと思っているんですけども、1個目はこれですね。アマシンさんが、攻めてくれているこのアタックです。どういう風な格好でですね、クイヒをやっていくかっていう、そこにね、特に注目してほしいんですけども、クイヒ、ここからですね、出していって、こういう感じで流していくのかな。こんな風な感じで流していくんですね。ただそうすると、厄介なのが、このインフェルノですよね。あとは、そうですね。インフェルノかな。これが一番厄介。これをどういう風に、処理していくのってところね。それをぜひ見てほしいと思うんですが、もうですね、始まってますね。クイヒをつけて、今、1個ウォールブレーカーを出して罠の確認してから、ここにこう壁開けるんですね。で、見てほしいのは、このウィザードもですね、ちゃんとこっちをこうカットしてですね、アーチャークイーンがこうインフェルノに向かうようにですね、ちゃんと計らってくれていますよね。で、さらにですよ、イーグル砲、ここ、2マスしかありませんよね。なので、アーチャークイーン、攻撃が届くんですね。さらに、防衛援軍もここギリギリすれると。今、こういうですね、ポイントを見極めて、そこに、壁にこう穴を開けてね、向かっていく。このやり方っていうのが、本日の、この動画1個目で、見てもらいたいところですね。見るとですね、結構、難しいなっていう風に感じる人が多いと思うんですけども、これですね、できるようになっておくと、かなり、クイヒの使いどころが、広がります。当然、なんて言うんでしょうね、クイヒを、こっからこうね、回していった時っていうのは、絶対このインフェルノが、ヒーラーを焼いてしまう、ものすごいですね、嫌な、仕事をこうしてくるわけですよね、これヒーラーに対して。なんですけども、こう壁を分けて中に入っていくっていうことで、そのインフェルノを倒して、その後出てくるですね、この、ディガーとホグライダー、たちのこのルートを作るだけではなくですね、ここですね、この、ルートもできるんですね、ディガーとホグの、すいません、ホグの、ルートですね、もできてくるし、あとは、クイヒー自体もですね、天敵となるそのインフェルノとか、あとは、イーグル砲の着弾っていうのも非常にヒーラーにとっては怖いので、そういったのを事前にこう、破壊できてしまうっていうですね、いろんなアドバンテージが取れるそのヒーラーの流し方ができるようになってくるんですね。なんで、ですね、慣れないうちに急にこれ対戦でやろうとか思うと結構大変だと思うんですけど、練習でですね、そういう壁を一層開けて、中にあるこういうインフェルノを叩くみたいなね、こういう方法、練習しておくとですね、かなり、攻めの幅が広がっていいと思います。これだけのユニットが残る、その理由っていうのは、序盤でイーグル砲を壊したこと、さらにはね、このクイヒが、と最後まで残ってね、仕事をしたというところありますね。この辺までだからこうカットしていてくれたんで、こっちはキングですよね。で、こっちから、マイナーとディガーとホグライダーを入れていくと。こんな感じですね。で、こっちを、クイーンチャージですね。こんな感じで流していく。この3段階の攻め方が、できた要因というのもやっぱりですね、この口側のインフェルノ、この破壊だったというところですね。ここですね。鍵になります。さて、1つ目がこれなんですけども、2つ目見てもらいたいのがですね、こちらですね。
名前が同じですよね、相手のね。このなんでこれ多分サブアカウントみたいなのがいっぱいあるんだろうなと思うんですが、ポテト公爵さんですねが攻めた、このアタックになります。でこれもね、まあすごいんですよね。アーチャークイーンをここにこう通していくわけですよ。この隙間にですね通していくんですけども、そうすると邪魔になるのがここですよね。このインフェルノタワー、これヒーラーに対してダメージを与えてきてしまうし、まあ、当然アーチャークイーンに対してもダメージを与えてくる。まあ厄介ですよね。でこれをどうやって処理していくかっていう、まあそれがですね、まあ、今回2つ目の見どころとなります。アーチャークイーンをこの中心部に向かわせた時にやっぱりですね、まあ、こういう施設がダメージをこう与えてくるんですけども、一番嫌なのはそのなんていうかな、正面にあるこの防衛施設、こういうところですね。こういうのっていうのはアーチャークイーンが壊しながら進むんで、まあ、そんな問題ないんですよね。 OK なんですよ。ただしこういうところにある施設っていうのはアーチャークイーンが壊せないんで、これが NG なんですね。でもそれをこんな感じです。しっかりと、トーカー弊社じゃないわ、間違えた。ロックボマー使ってこう破壊していくことによって、アーチャークイーンのそのヒーラーたちも焼かれずに済むし、おまけに、アーチャークイーン自体に入るダメージも超えらすことができると。おまけにロイヤルチャンピオンもね、アーチャークイーンからすればまあ嫌な相手なんですけども、ライドラがしっかり処理してくれますよね。こういう風な形で、挟み撃ちをされないようにアーチャークイーンのルートを作っていくっていうね、方法。まあ、そのためにロックボマーを使うっていうのも、まあ、非常にね、効果的な方法ですので、これもぜひ、覚えておいてもらいたいと思います。要するに、ここを破壊しちゃえば、あとはアーチャークイーンがこう入っていっても、ダメージはこっちからしかないんですよね。ダメージは。で、あと、ここら辺に関して言うと、これはアーチャークイーンが、破壊できちゃうので別に何の問題もないわけですよ。というね、ところでしっかりとアーチャークイーンが、中心部に入ってもこう生き残ってますよね。やっぱですね、正面の相手に対してはアーチャークイーンすごい強いですね。1対1、いやまあ2対1で、ぶち当たっても、まあ、レイジをかけたりすればよっぽどのことがない限りやられないんですが、今見ての通りこれインフェルノからこう横移されてヒーラーがやられちゃってますよね。こういう風にこういうのがやっぱ NG なんですね。なんでこれを避けるために、まあ序盤はこうですね、しっかりとロックボーマー、まあ、ストーンサマナーかな、こいつをここに入れ込んでいったと、まあ、いうことですね。はい、まあ、こうやって、まあ、なんとですね、アーチャークイーンこの中央突破を決めて、ディガーのルートをしっかりこう、ね、限定してあげたおかげで、まあ、かなりのディガーがこう生き残って、でなんと最後アーチャークイーンも残った状態でディガーがフィニッシュしてくれるという、まあ、綺麗なアタックになってますね。もう本当にお見事としか言いようがない。あのポテト公爵さんですね、まあ、空も陸も何でもできる超凄腕のプレイヤーの方なんですけども、まあ、こうね、TH コンプリーターさんでね、いろんな動画を撮らさせてもらっていると、この方の、その技術の高さが本当にですね、私もしみじみと感じるというか、しみじみって言い方おかしいな本当にですね、感じるというところですね。さあ、ですね、もう一つ、これもですね、ポテト公爵さんが、取ってくださっているこのアタックなんですけども、さっきロックボーマー使ってましたよね。でも今度は、アーチャークイーン、こっからこう流していくんですね、アーチャークイーンを、これを。クイーンチャージを。なんですけども、じゃあここどうすんのっていうと、ロイヤルチャンピオンが来るんですね。ロイヤルチャンピオンで潰していくんですよ。で、同じような感じです。横打ちを全部ここ防いでいって、アーチャークイーンがしっかりこの中に向かっていく、ような形を作っていくんですけども、なんで、ここですね、ロイヤルチャンピオンにしたのかっていうところですね。ちょっとそこに関して話をしていきたいと思うんですけども、一つは、まずは、エアスイーパーですね。エアスイーパーがあったから。で、あともう一つっていうのは、ここです。ここに、こいつを使いたかったんですね。後でわかると思います。なんでかっていうのは。なんですけども、その2つの理由によって、ここを壊すためのユニットっていうのが、突破兵器ではダメだったので、ロイヤルチャンピオンを使ったと。こんな感じですね。使っていたということです。Z
前提の攻めを意識しながらどれを使っていくかっていう、まあ、その判断っていうのもですね、慣れてきたらやっていくと、まあ、より良くなるっていう、まあ、本当にいい例ですね。今回のケースで言えば、ディガーをとマイナーをですね、ディガーとマイナーじゃないわ、英語を使うとなかなかあれですね、混乱するな。ディガーとあとホグをこっちからこう出していっているので、これをこう進めたいわけですよね。なんでそのためにこいつをここに出していって、これをこうカットしていくわけですよ。わかりますかね、こんな形で。なのでさっきですね、この三次方面を破壊するのには、突破兵器を使うんではなくって、ロイヤルチャンピオンを使うのが、まあ、一番完璧な方法だったということですね。さあ、しっかりですね、この横打ちを、避けるようにここ壊したおかげでアーチャークイーンがまだ生きてますよね。これが本当にすごい。やっぱりですね、アーチャークイーン、さっきも言ったように正面の敵にはこう非常に強いんですよ。ヒーラー3体かな、これ今ついていればどんどんこう進んでいくんですけども、やっぱですね、縦からも横からも、まあ、正面からも横からもか攻撃されちゃうと、どうしてもそれに対応しきれなくなってしまう。ヒーラーがやられてしまう、ないしはアーチャークイーンが回復量よりもダメージが多くなってやられてしまう、まあ、そういうことが起こり得るので、横からのダメージを減らす、まあ、そのためにこういうですね、突破兵器やあとは、ロイヤルチャンピオンっていうねユニットを使っていくっていうのが、まあ、めちゃくちゃ、アーチャークイーンを生かすためには、まあ、いい方法ということですね。まあまあまあ本当にすごいんですが、もう一つちょっと付け加えると、アーチャークイーンが最後まで生き残ると、まあ、大抵時間切れもないし、ディガーとかホグライダーもものすごい数が生き残りますよね。なのでやっぱりこう生かすために横打ち施設をまあどう壊すか、まあ、この辺の考え方っていうのが非常にねやっぱり重要になってくるのかなというふうに思います。さあ、ラストアタックですね、 D さんのアタック、これですね、ちょっとすごくうまいんですよ。うまいんですけど、前回にはならなかったんですね。まあ、なぜかっていうと、まあ、ここのイーグル砲の着弾が、こいつがですね、まあ、ヒーラーを撃っちゃったんですね。これか、こっち。ヒーラーを撃っちゃったんで、これでヒーラーが起こってしまったと、まあ、いうのが原因なんですけども、見てもらいたいのは、アーチャークイーンのルートですね。これ、クイーンチャージかな。これを、こっから展開して、こう中に入れていくんですね。で、ここから、ディガホグ。こんなような感じですね。のルートで入れていくと。まあ、そんなようなプランになっています。見てもらいたいのは、まあ、やっぱり今回もアーチャークイーンの動き方ですね。まあ、これが非常に、重要なポイントになってきます。今回ですね、ディディさんが見ていたのは、アーチャークイーン、ここ、タンウォールがあるけども、なんかこれ怖いですよね。怖いですけど、別にダメージ与えなければ、序盤でこいつが起動することはまあないわけじゃないですか。50% の破壊率が出ない限りは起動しないので、こうヒーラーもですね、別に、まあここ通る分には何も影響を受けないわけですよね。なので、ですね、そこをあえて、ギガインフェルノをこう、アーチャークイーン、まあ、クイヒーで壊そうとすると、こういうところにこう黒壺なんかがあって、結構厳しいわけですね。こっちから入ろうと思うとこれやられちゃいます。なのでこっちに行くことによって、低火力ですねの部分っていうのを続く、まあ、そういう発想で、壁の中に入れていこうとしたわけですね。多少安いパーから撃たれていますけども、まあ、ここ、まあ、ちょっとアーチャークイーンが、これ相手のアーチャークイーン反応しちゃったっていうのがちょっと不幸な部分もあったんですが、まあ、こうフリーズなんかも使いながらしっかりケアできてますよね。なんで、まあ、この危険察知はしっかりなさってたと思うんですが、今言ったようにイーグルの着弾っていうのが思いっきりこうヒーラーに今入ってしまって、で、それでですね、やられてしまって、クイヒーが起こってしまったというのが、まあ、今回うまくいかなかった要因っちゃ要因なんですけども、まあ、うまくいってればですね、おそらくアーチャークイーン、ここから、こう進んでいって、この辺まで全部こう折ってくれて、で、ここから来たディガーとホグライダーっていうのが、まあ、こんな風に流れていったんだろうなと思います。ちょっとですね、どうしてもこの、序盤バーバリアンキングでカットしたりとか、あとまあ呪文を使ったり、ペッカ使ってカットしたり、いろんなね、手数を踏んでしまったがために、ちょっと、イーグルが起動しちゃったっていう、まあ、そこがちょっと辛いところでしたけども、発想としてはすごいですよね。相手のこの、低火力の部分、ここ。低火力の部分っていうのをしっかりと見極めて、で、そこに対して、アーチャークイーンを、突っ込ましていく。
突っ込ませていくというね、まあ、この発想っていうのは、まあ、非常にいろんな場面で使えるアイデアになってくるので、中に中に入れていくことを怖がらずですね、試しに一回そういう突っ込ませるようなアーチャークイーンの、クイヒーのね、やり方っていうのも試してみると意外と新しい、攻め方のそのヒントが得られたりとかすると思いますんで、これもですねまだやったことがないよってことは上級者の方法ではあるんですが、ぜひ試してみてもらいたいというふうに思います。まあ今タウンホール13、まあ、余談ですけどね、私も今一生懸命やってて苦戦してるんですけども、どうしてもこう壁、今言ったね4つの方法のどれも使わずに、クイヒーを展開するっていうのは、まあ、ほぼほぼ多分無理というか、ほとんどの方が今言った4つのうちのどれかを使いながらクイヒーを展開して、で、その後にですね、まあ、ディガーなりホグライダーなり、まあ、ドラゴンなり、まあ、いろんなユニットを出していくと、まあ、イエティの場合はまあ少し違うかな、イエティの場合はまあ多少少し違って、まあ、グランドボディにヒーラースキルなんていう方法もあったりしますけど、まあ、それでもやっぱりクイヒー使おうと思ったらこの4つのうちのどれかがほぼほぼ、スキルとしては必要になってきますんでね、やっぱり上を目指そうと思ったり、あとはまあ今自分のいるクラが、まあ、そこまでね強敵と当たんないようなまあクランレベルとかだったとしても、そこでねしっかりとチームに貢献したいということであれば身につけて損はないというか、まあ、先々考えても身につけるべきですね、テクニックかと思います。タウンホールこれ10とか、まあ9の方もそうかな、においてもですね、まあ、突破兵器が使えるっていう意味では10からか、非常に参考になる、クイヒーの展開の仕方だと思いますので、ぜひぜひご参考にしてトライしてみてもらえたら嬉しいです。はい。ではですね、本日このあたりでどうか失礼いたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。